社長の人生物語が特別編として放送されました。当時のプロデューサーが社長の社長物語を作りましょう、全く偽りないですね。捨てたものが金になるとね、みんな拾うんですよ。なるほど。拾うでしょ、はい、ゴミ置き場に1万円札があったら拾うじゃないですか、はい、それがただこう新聞くずだったら拾わんじゃないですか、はい、その新聞くずであってもその記事が100万円になると分かれば拾えますからね。みんなもう拾いまくってると思います。そうでしょ、はい、だからやはりああいったことをやったから物の見方は分かってきたし、その価値観の物の価値観の見方が分かってきたんですよね。で人も分かるんです。あれやると人も分かる。人がもうゴミ拾いやると人がもう全部分かりますから。分かりやすく言うとどういうふうな感じですか。あのね、ゴミ拾いって恥ずかしいんですよ。恥ずかしいでしょ、はい、で恥ずかしいから、例えばマスさんがゴミ拾えとってて拾う勇気ないでしょ。ないです。そう簡単には、はい、友達が見てる、家族が見てるのにゴミ拾いに行く勇気はないはずなんですね、はいはい、こそっと行くなら別ですけど、はい、ところがね、ゴミ拾いやってるとね、こんなこと起きるんです。私がゴミ拾いに行くとね、先に誰か来るんです。ゴミを捨てに来る人たちがいるわけです、はい、偶然にこう勝ち合うわけですよね。例えば A さんという方がね、実際あったことなんですけども、奥さんがね、ゴミを出しに来るんですよ。はい。ゴミ置き場に出しに来るわけですね。で、私はゴミ拾いに行こうとしてるわけです。はい。そうすると、そこにゴミを出しに来る人がいるから、見られちゃ恥ずかしいなと思って、しばらくこう、行くふりをせずに避けてるわけですよね。はい。向こうにもわからないように。そうするとね、その人が何をするかっていうとね、自分がゴミを出して、人のゴミを見るんです。みんながみんなじゃないんですけども、たまたまその人がね、人のゴミをこう見るんですよね、こうやってね、はい、で何があったか分かりませんが、こうやってね、こうかき分けるんですよ。はい。で私は、あ、先に拾われちゃ困るなってこう思うんですね。これいかんなと思ってね、車のライトをバッてつけるとね、はい、拾おうとしたのか、ただ見ようとしたのか分からないけども、そこに車のライトがバッてつくわけですよ、はい、うわーって走って逃げますからね。ね、これを見た時に、どんな人でも、あんな一戸建ての住宅に住んでる奥さんでもね、やっぱ人のゴミとかには興味があるんだなっていうのが実際見て分かった。で人がいると恥ずかしくて絶対そんなことしないんですね、人間って、はい、だから人間はみんなハイエナみたいなもんですよ。なるほど。そこに私の人生観もまた変わってきたんです。それを見られた時に、見た時にはそんないい格好するなって、見なかったらゴミでも拾うだろうがって言いたくなっちゃうわけですよね、はい、だから人間っていうのは皆ハイエナ的な要素を持ってるんだよな、それを出すか出さないかだけなんだよなって思ってるんですね、うん、ゴミに限らずいろんなものの考え方にハイエナ的なね、そのゴミを拾うのと同じような感覚のものを人間って持ち合わせてるんだろうなっていう気がします。そして昔ね、実験したことがあるんです私は。はい。例えばある人がね、応接間に来るじゃないですか、はい、ある人応接間に入れて行かないんですよ、ずらっと入れとくんですか。行けとくだけです、入れとくだけです、はい、で何をするかっていうと、もうね、しまいにはね、待ってるけども、だん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 こうやって来るわけですね、こうやって。そうですね。うん。ほんでだん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 こう触ってみたくなるんです。本当人間ってそういう動物なんですね。あの時にもしここにバッグでもあったら、このバッグいいなって見るんでしょうね、はい、でだん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 エスカレートしたら何が入ってるんだろうなって見たくなるんでしょうね。いや、なると思いますけど。でそれをまあ自制心で見るか見ないか別として、見たいと思うと思います。見たいと思うんですよね、はい、これがね、人間です。なるほど。この心理が分かるとね、商売が楽なんです。その中パッとライトをつけたその瞬間がいろんなものが見えたんです。そう、社長は、ね、これが人間なんだなって、人間のいい意味、はい、いいところ悪いところ本音が見えるわけですよね、うん、こういう考え方が分かると、商売ってね、本当にいや、こうしなきゃダメなんだよな、人は来ないんだよなっていうのがね、分かるんですよ。そこで経験したことが生かされる、うん、だって私だってそうですから、はい、デパートに行ってね、どっかの売り場に行って、そこの段ボール箱の下を見せてくださいとかさ、レジの裏は何があるのってやらないじゃないですか。やれないじゃないですか。やらないですよね。うん。ところがうちに来ると、その箱は何が入ってるのってみんなやるわけですから。ということは、
やはり見えないものに興味があるんです、人間っていうのは。見えないものに興味、興味が、何が入ってるのってやりたいけどもやれないんです、人間って、はい、ところがそういう環境になるとみんなやっちゃうんです、うん、だからデパートでやる商売のやり方、中古屋さんでやる商売のやり方、こんな商売、こんな業種でやる商売のやり方って、それぞれやり方が、人間の本質をついたやり方があるはずなんですね。ああ、それに気づかれたってことですね。そうです、中古のビジネスやられる。そうです、そうです。でそこでやっぱりいい反応がずっと起きていて、事業が起きて、そうなんです、はい、じゃあ、あのどん底エピソードのああいう経験をした、その中からさっきのライトをつくようなことがまた別途あって、そうなんですよ。そこでこう気づかれていってっていうことですね、うん、もうね、やはりあの番組っていうのは、あのドラマっていうのは、私にはね、本当にいい、懐かしいなと思って、いいのを作ってくれたなと。あれを見るたんびに、それまでの起きたことがね、こう蘇ってくるんですね。もうね、社長が言われたように、何の大げさでもない。そうです、もうあの再現ドラマ通りの人生だった。その通りです。笑いましたもん、私見た時に。あ、これこれっていう感じですか。じゃあもうご自身とあの役者さんとこう置き換えて見られて、もう全く、もう全く一緒ですね。一緒だったんですね。あ、なんかあの多分どこまでが本当なのかなって思っておられるファンの方多いと思うんですけど、もうほぼほぼもうほぼほぼ一緒です、ね、もうそうじゃないですよ、ね、じゃあ、あの特別会はファンの方に向けて、堀之内社長の人生そのままを再現したドラマ、私の一部を、ね、バサッと切った再現ドラマですね、はい、あ、じゃあ、はい、あのあの本物が本当だよ、うん、私が言うから間違いないです。保証します。恥ずかしいですけどね、本当に。いえいえ、あの多分あの YouTube とか見ていただければ、上げてる方、勝手に上げてる方いらっしゃるので、まだ見られてない方はですね、社長のなんかあのそういう歴史みたいな特別会があるので、まあ、検索されて、そうですね、はい、見られたらいいかなと思います。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。皆さん、本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。